アーカイブシリーズっていうものの Lee の 101Z の40年代後半のモデルになります。ウェアハースさんとのコラボで作った商品ですね。まあ、2年ぐらいは入りますね。全体的に、まあ、自分の体に合ったヒゲだったり、ももから膝に向けて色落ちていて、なんか濃淡のメリハリがいい具合についたかなという感じで、履けば履くほど色が変わっていくのと、やっぱり自分の中体になんか馴染んでいくっていうところが気に入っているポイントですね。だいたい履いて 2,3 ヶ月すると生地の硬さが少し落ちて、少し柔らかくなる感覚があるんですよ。その感覚がなんか分かる瞬間が、あ、自分の中になんか合ってきたなっていうのが分かる瞬間ですね。今は結構いろんなデニムが世の中にあると思うんですよ。そういう細身だったり加工物だったりリラックスパンツだったり、まあ、その中でこういった生のジーパンを一から育てていくっていうのは、なかなか他では味わえない、まあ、自分のだけの一着を育てられるっていう意味では、そういう部分では楽しめるポイントかなっていう。不思議な感覚ですよね。だからなかなかこんだけパンツがある中で、自分の中でなんか納得いくパンツって意外に結構少ないんですよ。なんか自分の中である合わないとかもあるんで、その中でそれがまた見つかって、少しそれを履こうってなるで、なんか少しなんか新たなことを見つけられたみたいな、楽しみが増えるような、そんな感覚